はい、今回もプラモデルの紹介をしていこうと思います。まあ今月ね、結構いろんなところからというか、新製品が、出ていますので、買ったプラモデルの紹介という、ことになりましたけれども、ノイスポッター、トラールクボーグの、ものです。で、やっぱりウェーブも長谷川もやっぱりマシンエンクリーガーのパッケージを踏襲したパッケージとなっていますが、ちょっとやっぱりウェーブさんの方はね、この辺やっぱり日本語で、パッケージの上の方に日本語で書いてあるということと、まあ後ろにね、はオリジナルの、オリジナルじゃない、英語版で、いろいろと書いてあります。どちらかというとやっぱ長谷川の方がちょっとパッケージは凝ってるかなというところですね。で、中身なんですが、説明書と、これは、塗装シートと、ということになってますね。で、あとは、当然といえば当然なんですけれども、やっぱりモナカ割りが多いノイズポッターについては、結構細い、パーツが多いのです。多いので、こんなところですね、みんなね、ちょっと折りそうななっていう気はします。と、あと真鍮パーツも、ついていますので、アンテナ部分かなとか、あとケーブル、とかの真鍮パーツがあらかじめついています。と、あと台座、とかもついていまして、まあ当然基本的にはもう塗るのが前提のパーツで、こんなところなんか非常にもう細いパーツがありますので、この辺なんか、ちょっと間違えると簡単に折れそうですので、この辺ちょっと気をつけて組み立てるというところですね。あとデカール、が、ついています。それで、あとこんなもんかな。フィギュアもありますね。ということですね。スケールは20分の1。それまたウェーブです。ということで、ということですね。ですが、これをまた組み立てるのがいつになるのだろうかというところもありますね。まあ、ぼちぼちと、組み立てていこうかなとは思うのですが、なかなか、他のやつが進まないというところもあります。ということで、はい、ということでですね、今回は、ウェーブから発売の、ノイズポッター、マシーネンクリガーシリーズの、ノイズポッターの、紹介でした。まあ、他にもね、作って途中のものが結構ありますので、まあ、ぼちぼち、作っていこうと思います。また、次回も、よろしくお願いいたします。